酒井、戻ったか。先生、本土の武士に会われたのですね。いずれも武勇に優れた精鋭だが、弓の技を磨いても損はなかろう。百姓たちは？申し分ない。腕はないが肝が据わっておる。先生がお褒めになるとは。槍川はかつて島の支えであったからな。猛虎どもを船に追いやることができるぞ。一月稽古ができればな。半時はあります。ならばわしの邪魔をするのはよせ。酒井殿。本賀殿、おじ上の所在は？丘の上でお待ちだ。道中小賀家の者でお守りして進ぜよ。痛み入ります。ハーンを待たせる気はありません。さようか。さら、お働き伺いましたぞ。志村殿をお救いし、さらに無礼な槍川までまとめ上げたとか。戦は不慣れですが、信用に足る者たちです。その言葉を信じましょう。時に民から二つ名で呼ばれているそうですな。クロウド。武士が全て討たれ、信じる者を欲したのでしょう。だが我らが来た。今こそそうしたまやかしは捨て去り、本来の掟に従うべき時が来たのでは。今は対馬とこの島に住まう民を救う時。ハーンを撃つまではお待ちください。いかにも心得た。志村殿、おいご殿がお着きです。陣、上におる。志村殿が捕まった時からであろうな。早く島に来ておれば。良い働きであったな。これだけの兵が集えば城を取り戻せる。ですが竜蔵は逃がし、ハーンには捕らえられて寝返るよう迫られました。ハーンと話したのか？捕まった折に。知っておれば兵を率いて助けに向かった者を。ユナに救われました。しかれどもその弟が犠牲に。そやつの痛みもそなたが耐えた苦しみもハーンに償わせてくれよ。ジン、そなたに志村家を譲る上申が認められた。対馬を守った暁にはそなたはわしの後継ぎとなる。クロードではなく武士として。ありがたく存じます、おじ上。今日はおじとおいとして戦に赴くが、明日は共に勝利を祝おう、父と子として。侍は何よりも誉れを重んじる。それゆえ奴らは愚直で、計りやすく、組みしやすい。だがクロードは底知れぬ、ゆえに手強く、恐ろしい。理は我らにある。対馬の命運をこの戦で決しよう。ハーンを討ち取りましょう。共に。そして鎌倉に吉報を届けるぞ。対馬の勇士たちよ、これよりコトゥンハーンを討ち取り、我が城を取り戻し、猛虎どもを対馬から打ち払う。志村殿に続け。進め。
武士であることを忘れるな。これでは鬼だ。あやつらは猛虎です。我らの武具は恐怖ではないぞ。どうしよう。あのやつらこのままでは進まない。お前が策を立て、あの兵器を壊すのだ。武士らしく、わしはここにとどまり矢面に立つ。離れるな。炎のとどまれ。行け酒井、ヒヤリを奪え。Thank you.
恐怖を味方にしたから敵を倒せた。志村様は間違ってる。考え方を改めねば死者は増える一方だ。この戦ができたのもあんたが動いたからだ。志村様じゃないよ。やりましたね。猛虎勢を押しておるぞ。限定が来るぞ。城を取られるな。猛虎にかける情けはないぞ。敵が引いておる。ハーンが敗走を許すなど何か妙です。
せ、放て。なんということだ。どうして行かせた。あれじゃ犬死にだ。戦場で死ぬは誉れよ。精鋭を集めろ。橋を修繕して夜明けに仕掛けろ。いえ、兵が足りません。だから言ったので。黙れ。他の手立てがあります。二人で話すぞ。ついてまいれ。猛虎は守りに入った。一息に攻めれば明日にも戦は終わろう。大勢が死にました。それが戦だ。守らねばならぬ命です。私があの橋を渡り毒で殺します。愚かな策だ。民を救うための策なのです。民を恐れさせるだけだ。その道を歩み続ければお前も獣になるぞ。誉れある戦いを忘れるな。誉れは浜で死にました。藩の首を取るために。怒りに任せおって。民を守るため全てを捨てたのです。果たして叔父上は何をなされた。陣、もう結構。